オーランド自治政府ランドスカパットオーランド地域の標語、ナシ地域の歌、オーランド人の歌詞とマリエハムンの位置オーランド諸島は、バルト海、ボスニア湾の入り口に位置する6500を超える、島々からなるフィンランドの自治領。住民のほとんどは、スウェーデン系で、公用語はスウェーデン語。自治政府の旗は、スウェーデンの国旗の衣装である青地に、黄色の十字架に、 フィンランドの国章に使用されている赤を加味したものとなっている。フィンランドでは他の県と同じくマークンタと書かれるため日本語でもオーランド県と表記されることもある。また2010年1月1日にオーランドを含むフィンランドの全州が廃止されるまでは他州と同様にダニーとも書かれたためオーランド州と書かれることもあった。オーランド諸島は フィンランドの一地方としてスウェーデン王国に帰属していたが1809年にロシア帝国との戦争に敗れたことからフィンランドが割上されたためオーランド諸島もフィンランド対抗国の一部としてロシア領となった1854年にクリミア戦争に参戦したイギリス・フランスはスウェーデンの参戦を確実にするため艦隊を派遣して同地のロシア軍を攻撃するが これに対してロシアはイマヌエル・ノーベルを雇い、新兵器の嫌いを使ってバルト海を封鎖する。被害拡大を憂慮したスウェーデン政府は中立政策を取ったが、英仏政府はさらなる参戦を流した。クリミア半島でのロシアの敗戦を見たスウェーデン政府はようやく参戦の意思を表したが、すでに戦争は終結に向かっていた。 1856年のパリ講和条約によって国境地帯であったオーランドは非武装地帯に指定された。しかし第一次世界大戦の勃発とともにロシアは条約に違反してオーランドの要塞化を開始した。大戦末期になるとフィンランド本土においてロシアからの独立の機運が高まり、これと並行するようにオーランドにおいても フィンランドからの分離とスウェーデンへの再帰属を求める運動が起こり、フィンランド独立間近の1917年には、オーランドの代表がスウェーデンへの統合を求める単願をスウェーデン王に提出するに至る。オーランド分離を阻止すべく、1920年にフィンランドは、オーランドに対し広範な自治権を付与する、オーランド自治法を成立させるも、オーランドは逆にスウェーデンに対し、 島の帰属を決定する住民投票を実施できるように要請し、両国間の緊張が高まる結果となった。このため、スウェーデンは国際連盟にオーランド問題の裁定を託し、フィンランドもこれに同意した。1921年に国際連盟の事務次官であったニトベ・イナゾーを中心として、オーランドのフィンランドへの帰属を認め、その条件としてオーランドの さらなる自治権の確約を求めた、いわゆる、ニトベ裁定が示された。これらは、両国政府の具体化作業と、国際連盟の承認の後、1922年に、フィンランドの国内法として成立し、オーランドの自治が確立した。現在、フィンランド政府によって、スウェーデンへの復帰を認められているが、貴族国を問う、住民投票では現状を望む人が半数を超える。 スウェーデンに復帰すれば一つの県に過ぎないが、フィンランドの元では大幅な住民自治を認められ、海洋地域であるオーランドにとって非常に自由が利くからだとされる。また、現在では、スウェーデンとフィンランドは共に、シェンゲン協定加盟国であり、国境を意識せず自由に往来が可能であるという事情もある。スウェーデンのストックホルムとフィンランドのヘルシンキ、トルコを結ぶフェリーのほとんどが、 首都マリエハムンの港に寄港する。距離的にはフィンランドよりスウェーデンの方が近く、諸島の最西部と対岸のスウェーデンを結ぶ最短距離の航路だと所要時間は2時間ほど。また航空便もストックホルムとヘルシンキ、トゥルクから飛んでいる。今日のオーランドの自治は1991年に成立したオーランド自治法及び1975年に成立した。 オーランド武道産取得法を基礎として確立している。これらの法律はフィンランドにおける憲法改正手続きに加えて、オーランド議会による承認がなければ開廃できず、憲法と同等の地位にあるとされている。これらの法律により、オーランドにおけるスウェーデン語及びスウェーデン語文化の保護が実施されると同時に、国の権限の大幅な異が行われており、オーランドでは独自の行政、 財政、立法権限を保持している。EU 加盟に関しても、自治法に基づいた運用を行っており、例えば、フィンランドが批准している EU 関税同盟からは離脱しているため、オーランド地域においての関税については、非加盟国に準じた扱いとなるなどの現象が実際に発生している。オーランド諸島は湿潤大陸性気候に属しており、宴会に位置するため気候も、 その影響を受けている。夏はスウェーデンとフィンランド本土よりも涼しいものの、冬は近くのスウェーデン本土とほとんど同じで近くのフィンランド本土よりわずかに暖かい程度である。オーランド諸島とトゥルク諸島の地図3つの軍と、その下に16の自治体がある。マリエハムン軍、オーランド農村軍、オーランド諸島軍、ホマラで行われた伝統の結婚式の演出。 この結婚式は1800年代の農民の結婚式の再現であり、主に観光スポットとして年1回行われる。出生率と死亡率の出典はお参照。フィンランド最古である聖オーロフ協会オーランド諸島の住民の大半がフィンランド福音ルター派協会に属する。諸島にはフィンランド最古のキリスト教会があり、うち13世紀末に建てられた聖オーロフ協会は、 フィンランド最古である可能性が高い。諸島最大の教会はスンド教会であり、聖オーロフ教会が建てられたほぼ直後に建てられている。ありがとうございます。